さあ、ミスティの森の雑魚敵は誰だい？おお、毒毒蛇、いたずら妖精可愛くなったな。いたずら妖精可愛くなったな。毒毒蛇相変わらずいんのか。このお化けキノコ、お化けキノコ。まあ、お化けキノコだわな。俺の知ってるお化けキノコとはちょっと違うがな。毒毒蛇相変わらずいんのか、おめえ。毒の子な！うわぁ、毒ったね、一人。二人になったね、毒毒が。毒が二人になったね。待って待って待って、割と強いぞ。割と強いな。A 攻撃だけじゃ連打じゃ勝てねえか。あ、でもだいぶ違う。あ、毒は戦闘終了時には解除できるんだね。戦闘終了時に毒は解除できるのか、一応。マンティス、いたずら妖精、お化けの子。マンティスかー。アイススラスト、ちゃんと技打ってった方がいいなぁ。まあ、でも、毒が戦闘終了時に治るんだったら、割といいかな。ファイアボール打ってくんじゃねえ。あー、ファイアボール絶対妖精には効かねえんだよ、もう。もうこの人の作品でね、ピクシーとか妖精とかね、ついてるやつはね、大体魔法効かねえんだわ。もう俺学んだ。もう学びました。ヒールすんじゃねえ。よし。で、いたずら妖精はもうバシッと。よーし。お！ミスティ村で移動しますか？ミスティ村側をここで戻っておられます。魔法陣だね。やった、ショートカットだ。ってことは、ミスティ村側から戻ってこれるってことは、多分入り口にショートカットができたとか、そういう感じかな？ちょっと待って、見てみようか。あー、ほんとだ。魔法陣は移動するが増えたんだね。あ、便利だね。すごい便利になったなー。いやー、楽しいな、やってて。戦闘は要所要所カットしてると思うんだけど、うん。普通に楽しいぞ。これ。いや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 。なんかいるじゃないですか、もう。なんか上にいるじゃないですか。ワーニングって書いて、なんかある、いるじゃないですか。まあ行きましょう。あいつを倒さないと屋敷の中に入れないっぽいね。戦おうよ。オークガードナー。なんだお前らは。ここはグラトニー様の屋敷だ。人間ごときが立ち入っていい場所ではない。早々に立ち去れ。悪いけどそういうわけにはいかないんだよね。信徒から盗まれた食料がこの屋敷にあるって聞いたんです。確かめたように屋敷のご主人に会わせてください。はん！人間なんかグラトニー様に会わせるわけねえだろう。さっさと立ち去れ。おとなしく会わせてくれたら痛い水に済むかもしれないよ。いいだろう。合わせてやる。お前ら美味しく調理した後でな。オークガードな。味方一人になってんな。てか。なんだ、ディフェンド弱体化したな。ディフェンド味方弱体化しちゃった。何してくるかわかんないから、追い風、味方全開だよね。オッケー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 。追い風して、素早さの関係は立っておきたい、ちゃんと。素早さの不確定要素はね、立っておく必要があるからね。で、普通に攻撃で、速攻！あ、速攻って持ってんのか。速攻持ってんのか。そうなるとちょっとは、ね、せっかくの追い風が邪魔になるな。意味なくなっちゃうね。危ねえ！速攻食らったー！危ねえ！
アイススラスト攻撃。普通に試合展開が早いんだよね。で、どうしようかな。追い風。あ、追い風、味は1段階までしか上がらないのか、これ。で、さっきみたいな痛恨があると嫌だから、ヒール、防御で、攻撃。速攻、ヒール。で、ファイアボール、ヒール、攻撃。あ、終わった。なんかないの？なんかもっとさ、ボス倒すときのさ、ザーって演出ないの？飛んでった！ほーら、だから言ったのに。弱者は強者に搾取される運命なんだよ。なんかこっちが圧力っぽく感じるんだけど。最近のリベルってこういう悪くてかっこよさそうなセリフが好きなんだよね。中二病ってやつかな？あ、オークの屋敷か。え、でもちょっと待って、オークの屋敷ちょっと怖い、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 怖い。オークの屋敷はちょっと怖いな。いるんだろ？ちょっと待って。さて、オークの屋敷に行くんですけど、ちょっと思ったことがあって、レベル10が上限だってさっき、街の人言ってたじゃないですか。もう今レベル7なんですよ。なんか新しいスキル覚えてんのかなと思ったんですけど、何も覚えてないんですよ。これもしかしてさ、このまま進んじゃうんじゃねえかっていうのがちょっと何とも言えないんだけど。え、もしかしてこのまま進んじゃう？オークの屋敷。うわ、オークの屋敷怖い！ BGM が。オークいるね。シャドウもいるじゃねえかよ。シャドウもいるね。シャドウはね、前作からの続投だね。ちゃんといんのか、シャドウ。魔法しか効かない。逆を返して、こいつらは。シャドウは魔法しか効かなくて。で、オークはまあ、リオンにやってもらおう。いんのか、ちゃんと。うわ！経験値めっちゃもらえる。8になったよ。もう10枚しか上がらんって言ったのに8になっちゃったよ。もう。もうレベルはね、レベルまで近いよ。怖っ！騎士の像とか動きそうで怖いんだけど。モンスターには物理に強いもの、魔法に強いものが存在する。闇雲に攻撃して、ばかりでは無駄な消費となる。一人前の戦士は状況に使いべきある。そうだね、知ってるよ。これは青い薬か。ああ、鉄のやり。もう今更やな。闇雲に攻撃してた時はあり、うわ、パペットだ！やだ、このパペット。前作から見た。前作に持った、こんなの。マジックポイント吸い取ってくんだよ、こいつ。何が嫌かって。脅かすは嫌だね。このね、パペットって確かマジックポイント吸い取ってくるよね。めんどくさい やからなんで、早々に処理したいんですけど、ほら、封印のダンスとかしてくるでしょ？ほら、封印のダンスしてきた。だから嫌なんだよ。もうどこのね、泥人形かって突っ込みたくなるよね。ですね。またムキムキエクリエルが誕生してしまったんですよ。エクリエルが今こんな感じなんですよ。はい。エクリエルこんな感じです。あ、物理攻撃40のね、39。はい。はい。ほら、もう差が出てますもん。圧倒的に差が出てしまって、ムキムキエクリエルができてしまいまして。防御力もね、一番高いのがエクリエルで、リメールがお兄ちゃんとしての威厳を全く発揮しなくなってしまいました。どうしたもんでしょうかね。ムキムキエクリエルまた爆誕してしまいました。わ、いるね。
ヒールクリスタルここに置いてあるんだ。どうも。なんだお前は。グラトニーさんはお食事の最中だ。よもや、それを邪魔しに来たのか。その通り、そうはさせんぞ。グラトニー様にとって、お食事はとても大切な行為。それを邪魔する不届き者はこの手で調理してくれるわ。オークシェフ？シェフが増えたよ。じゃあ連携でも使ってみるか。ミックスデルタ。せっかくなんでね、三人連携いきます。ミックスデルタ三人連携、ミックスデルタ。あ、強いわ。あ、強いわ。三人連携は強いわ、やっぱ。怖いもんなしだなぁ。もはや。さあ、ムキムキエクリエルを突破できるかな、オークガードナーさん。オークガードナーさん、このムキムキエクリエル突破できるかな。リオンもリュミエルもね、ああ、終わったさあ、来た一番最後に。オークのリーダー格。人間か。我が屋敷にこのような卑しき者の侵入を許すとは部下どもは何をしているのやら。ちょっと遠くまで飛んでったり、眠ってたりするよ。あなたはこの屋敷のご主人ですね。いかにも。私が、この屋敷の主、グラトニーだ。担当直に言わせてもらいます。信徒に盗んだ食料を返してください。あれは、オイラたち信徒民の大事な食料なんだ。独り占めなんて許さない。自分の世界はまともに収められていない女神にも少しは骨のある駒がいたようだな。だが答えはノーだ。私は世界のありとあらゆる食物をすべて食らい尽くすのが目的。手始めに神殿の食料庫を狙ってみたが盗み出すのは容易であった。この世界の中心でこうなのだ。他の場所で盗み出すことはたやすい。いずれこの世界の食料は全て私の元に集まることだろう。モンスターからもそういう評価だなんて。あの完全にあの女神に舐め切られてんな。だけどそんなことを許してたまるものか。食べ物が恨みが恐ろしいことを思いさらしてやるよ。私を邪魔するか。ならば二度と邪魔されるよう貴様らも食らい尽くしてやるわ。来た。グラトニー、オークシェフ。オークシェフはミックスデルタで吹っ飛んだな、さっき。やってやろう。三人連携、ミックスデルタ。います。ワン、ツー、スリー。カブトあり？あ、防御ダウンだ。ディフェンドで書き直すわ。それは。追い風で素早さ関係は、ちゃんとね。素早さ関係はちゃんとしておかないとね。いてー。ディフェンドで元に戻しとこうか。で、あとは、ファイアボール、ヒール、攻撃。ファイアボール。カブト割り。カブト割りされたらディフェンドで直す。で、攻撃するだけ。これでいけます。なぎ払い。あ、全体攻撃持ってんのか。偉いじゃん。偉いじゃん、全体攻撃持ってんの。なぎ払い。まあ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 。エクリエルは心配しなくてもいい、大丈夫だ。だってお兄ちゃんよりムキムキなんだから。お兄ちゃんよりムキムキなんだから。お兄ちゃんよりムキムキだから大丈夫だよ、エクリエルは。それでいいのか。このゲームそんなんでいいのか。あ、カブトアリ食らったね。じゃあディフェンドかけ直すか。ディフェンドかけ直す。ヒール、攻撃。ディフェンドで、カブトアリア分は直す。体当たり！資産攻撃あるね、それ。資産しなかったけど、今回は。グラトニーさんを攻撃しますよ、どんどん。攻撃してきますよ。アイスラスト？カブトアリー、ディフェンド下がった。じゃあディフェンドを上げるだけ。
大丈夫。怖い相手ではない。なんせレベル9だし、どっち。というかもう。嘘。ああグラトニー、嘘だろう。コングラチュレーションズ、リメイたちの勝利。100位の経験値を獲得。お金を110ゴールド手に入れた。少ねえ。食料庫の鍵を手に入れた。人間の、コアッパごときに、私が、喰らわれるとは。グフ。よーし、奪った犯人も退治したし、あとは食料を運び出すだけだね。こいつが鍵を持ってたよ。この鍵を使うとこに保管してあるんじゃないかな。確かこの階に鍵のかかってる部屋があったよね。行ってみよう。ここやね。イベントありますね。開けるよ。おー、食料庫だね、完全に。おー、食料だらけだ。これ、全部料理したら何人前になるかな。さっき自分で一人自慢許せないって言ってたじゃん。そうだった。でもさ、これどうやって運び出すの？あ！そういや、考えてなかったね。この量だと、神殿の騎士さんたちに手伝ってもらわないと厳しいね。でもメイカ様、素直に騎士団を貸してくれるかな？無理にでも僕たちの動きを聞いてもらおう。ちょうどこっちには女神をお仕置きできる方法もあるわけだしさ。もうちょっと穏便に。無理かな。とりあえず神殿戻ろう。さて、お仕置きというのはどういうことなんでしょうか。メイカ様、食料を盗んだ奴らを退治してきました。よくやった、三人とも。やっぱり任せて正解だったわ。だけど私たち三人じゃ、盗まれた食料を運び出せなくて騎士さんを貸していただけ、ダメ。何度も言ってるでしょ？騎士団は私を守らなきゃいけないんだから、ここから動かすことはできないって。いい加減にしろ！へ？ずっと我慢してたけど、あんたのそのずさんな治安管理のせいでモンスターにまで舐められてんだよ。そのふざけた考えを改めない気なら僕たちがお仕置きしてあげるよ。立ち入っておいらたちも？うん、こうなりそうって思ってた。へえ、人間が私にお仕置きね。できるのかしら？人間ごときは神を傷つけられるとでも？あまり人間を舐めない方がいいよ、女神様。なんだろう、この光。リメル持ってるオーブから漏れてるね。なんだか不思議な力が湧いてくるような。え？バトルなの？どんな手を隠し持ってるか知らないけど。私には人間とかホサ竜の攻撃は通用しないわよ。お仕置きできるもんならやってみなさい。まさかのラストバトルだ。まさかのラストバトルあった。セーブ書いといてよかったぜ。なんだろう。強いかな、やっぱ。追い風。余裕の意味。アイスラスト。聞く。あれ、なんか痛いんだけど。あれ、なんか痛いんだけど。普通に聞くけど。普通に聞きますけど、女神様。余裕の笑み。ブサ。あれ、なんか痛いんだけどって。普通に聞いてるけど。余裕の笑み。アイスラスト。痛い痛い、なんでなんで。あれ、もしかしてこれ、イベ戦？引きつった笑み。引きつった笑みになった。行動が。連携打っても良さそうだな、なんか。連携打っても良さそう。引きつった笑み。いや、ミックスデルタとか。ちょっと待って、これやばいって。ちょっと待って、これやばいって。引きずった笑み。アイススラスト。わ、悪かった。私が悪かったから。まさかの、まさかの、
神様何もしてこない。土下座。土下座。ちょっと待って、女神様。女神様、土下座はダメですって。女神様、土下座はダメですって。女神様、土下座してますやん、あなた。そんなことある？ははははははは。痛い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 。人間や補佐竜の攻撃って効かないんじゃなかったっけ？効いてる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 からもうだからもうやめてー。なーに聞こえないなー。ちょ、主にこんな集中はないでしょ。ねえ、ゆっくりよ、そう思わない？気は引けますけど、ダメな主や師匠を垂らすのも、補佐竜や弟子の大事な仕事です。だからもうちょっと我慢してくださいね。いやー、ちょっとエルシス、私を助けてー。申し訳ございません、ウイカ様。私たちもただ、あなたをただ守るだけの現状に自営しておりました。ここは、あなたに活動を入れるために、我々騎士団一行は、2名の殿たちに加勢いたさせていただきます。ああ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 あやりすぎぐらいがちょうどいいよ。さすがに懲りたんじゃないかな。ねえ、リシス団長。盗まれた食料を運び出すのに、騎士団の人を十数人ぐらい追い立てに貸してくれる？もちろんだりよ。運ぶための滑車も一緒に用意させよう。こうして、双子も同士とリオンは、騎士団の協力もあり、無事盗まれた食料を取り戻しました。そして、元の世界に戻ってきた双子者同士や、師匠のイザベルにクリュートであったことを話しました。へえ、あのダメ神にお仕置きをしたとはね。さすがにあれだけフルボッコにしたら懲りると思うけど。まあ、それでも懲りないようだったらまたやらなきゃだけどね。できればもう還元してほしいけど、さすがリュウ君。ぐーたらしてる人にはほんと厳しいよね。誰かさんのせいでね。まあ、それよりもひどかったけど。でもこれで、ようやくあのダメ神もむやみやたらと私を頼れないでしょうね。はあ、それだけもう嬉しいわ。本当に苦労させられてたんだね。ねえ、エクリエル。うん、リュミエル。師匠、一つお願いがあるんです。何？今の私気分がいいから何でも言ってみなさい。私たち、これからたびたびクリエイトに遊びに行ってみてもいいでしょうか？ん？僕たち、年というか、見た目の年齢が近い友達っていなかったから、また今回みたいに一緒に冒険してみたいと思ったんです。そういえばそうだったわね。やっぱり二人ともまだ遊びたい年頃よね。でもいいの？二人がそっちにいるとはまたあのダメ髪に目をつけられるんじゃない？ま、その時はその時だよ。改善されてなかったらまたしばけばいいだけだし。ねえ、エクちゃん。リュウ君こんな過激だったっけ？師匠、リュミエルは反抗期なんで。いや、反抗期関係なくない？ま、修行とか勉強の合間ならいいわよ。息抜きは必要だし。リュウン君だっけ？双子ちゃんをよろしくね。任せてよ、イザベルさん。よかった。これでまた一緒に冒険できるね。賑やかで退屈とかもしないだろうしね。じゃあ二人とも、友情の証にこれをあげるよ。リンクシェル、大事なもの。これは遠く離れた人とも会話できる魔法の貝殻なんだ。これで連絡くれたら、ここまで迎えに来てあげるよ。テレパシーみたいなことができるのか。そっちの世界にはこんなものまであるんだな。ありがとう、リオン君。それじゃあまたね。なんかいいわね、青春って感じで。ああ、私もあの頃に戻りたいな。ああ、終わったー。今回は大変だったね、本当に。本当になんか、
MZ のお試しみたいな感じの作品でしたね、どっちかといえば。いやー、でも面白かった。MZ のね、偉大感を知ったわ。早い。展開が早い。あと最後のフルボッコタイムは何なの？絶対いる？あのフルボッコタイムいる？フルボッコタイムがちょっと笑ったんだけど、土下座までしてたぞ。土下座してたぞ、あれ。土下座してもなお攻撃をやめないさ、リュエルとエクリエルとリオンは一体何なの？怖いわー。いやーでもね、無事にね、今回もね、楽しいゲームでした。春巻さん、今日もありがとう、今回もありがとうございました。うん、今日もって言っちゃった。ちなみに音楽に実はね、僕の知ってる曲があるんですよ、やっぱり。いやー、あとね、冒頭に言っちゃった、僕の、例の顔グラは、もうびっくりですわ。あ、同じ顔グラ使っちゃったーって。ね、作る MZ、2020年にね、出たものですね。へぇ、MZ ってこんな感じなんだ。もうそんな高いの買えねえや。サンキューフォープレイング。じゃあ、おまけの部屋、案内してもらいます。それじゃあ、ご案内。ここはおまけの部屋だよ。ああ、ちょっとした小話を見ることができるね。はい。カーソルで操作する形になります。はい。はははは。小話以外は完全メタ空間だよ。ちょっとした裏話の聞けるかもね。じゃあセーブクリスタルでセーブしておきましょう。小話、女神のその後とか、ホサリの仕事とかあるんだね。どうしよう、ここ見よっか。ここだけは見とくか、さすがに。この小話も見ますか？ここはちょっと見とこうか。他のちょっとね、コメントとかはさ、まあ、カットするとして、これ見とこうか。ねえ、リオンくん。ずっと気になってたけど、補佐竜って何？あ、それは僕も気になってた。どういう役職なの？補佐竜っていうのは、神様のお仕事の手伝いをする竜人のことだよ。必ず一人神様についているんだ。ってことは、その役職についているリオン君ってひょっとしてとても優秀なの？え、変。ほん、本当は、大して優秀じゃないんだけど、里の王さんにいろいろ理由つけられて出されただけなんだけどね。ちなみに神様のお仕事の手伝いってもう少し具体的に言うとどんなことやるの？メイカ様の場合はね、うん。ねえ、リオッチー、何ですか？喉乾いたからお茶持ってきて、まあ、そんなとこだろうと思ったよ。了解です。深海提出書類用のバラマンシュが消えそうだから、深海に買いに行ってきて。はーい。ちょっと。深海で書類書くのめんどいから代わりに書いてくんない？それは自分でやってください。私の補佐するのはあんたの仕事でしょ？あなたを甘やかしすぎないようにするのも補佐竜の役目です。手伝ってくれたら冷蔵庫にある私のケーキ食べてよし！ケーキ！半分だけですよ。これ以上は引けないですよ。まあいいでしょう。交渉成立ね。こんな感じだよ。どう考えてもただの雑用だろう。というか、リオンもリオンでおやつに釣られるのどうかと思う。じゃあ、女神のその後を見てみましょうか。はい、女神のその後をお願いします。あうー、まだ体も痛むわ。お加減はいかがですか、メイカ殿。あれ？ゲッ！あんたは精霊神！この世界では、セレナルドとお呼びください。なんであんたがこっちにいんのよ！こちらの精霊の様子を見に来ただけですよ。それと、あなたの評判を聞いて様子を見に。見た感じ、あの少年たちにこっぴどくお仕置きされたようですね。
あんたか、あの双子に進撃の応募を渡したのって、あのせいでひどい目になったわよ。おや、応募の存在に気づいてましたか。なんか変な光がこの神殿内で待ってたからね。気づいた時は手遅れだったわよ。因果応報ですよ。自分の世界のことを自分の世界のもので解決しようとしない神についていきたくないでしょうし、これ以上ひどい目に遭いたくなければ、もう少し自分の世界の者たちで解決できるように導いてあげなさい。この世界はあなたにとって大事な世界でしょ。大事よ。ここはもともと私の兄さんたちの。頼みますよ、総自身の妹君。ああ、メイカとセルナの話を聞けるようになりました。なるほどね。はーい。じゃあ今回はね、今回はどっちかというと大変だったね。前回のお話より。MZ のね、素晴らしさを体験しながら。いや、MZ こんな感じなんだねって思ったわ。あー、楽しかった。今回も楽しかった。まあね。まだ作品があるんでね。まだ作品ありますよ。なのでね、春巻さんの作品をね、楽しみながらやっていきたいと思います。今回はこれぐらいで実況終わりたいと思います。お疲れ様でした。